皆さんはご存知ですか？竹害の問題を。現在、日本の特に九州では、もともとタケノコを取るために栽培されていた孟宗竹が放置され、その結果、畑や田んぼなどに竹が侵入してしまい、大きな問題になっています。その放置竹林を間伐し、そこで取れた竹を使って、竹明かりにする人たちがいます。熊本で竹明かりの演出や指導を行っている地下研さんです。地下研さんたちが竹明かりを始めたきっかけは、10年以上前に、彼らが大学の研究室で竹明かりを通して町づくりをしていくことを学んだからだといいます。このでこれ落ちちゃったすごいこんなにでもねちょっと今これ修理されよるけんそんなにわかんないけど修理ずれた地下研さんはもともと熊本市内を活動の拠点としていましたが2年前の熊本地震の影響もあり昨年の2月に熊本県北西部にある南関町に移転してきましたそこにはすぐ近くに竹林も多く存在しています、うん、ここはちゃんと間伐してそうですこっちはで今伐採してるのがこっち側で、うん、これこういうあの笹の部分のやつとかも全部チップにすれば山がきれいになるんで、うん、切るのは簡単なんでそれを倒して出すっていう作業が大変ですねいやでもきれい竹林をきれいにしてたらすごい気持ちいいから、うんうんそういう風にしたいですねこんな鬱蒼としてない感じ、うんうんうん、楽しみやなマジで今、竹の循環としては間伐をして明かりにして炭にして土に返すっていうあの循環してるんですけどまだなかなかこうお金はそこに付随してこうつい回っていかないので、まあ、それがこれからの課題かなと思ってるんですけど、まあ、そういうふうにあの竹も循環するしお金も循環するしましてやこういろんな人たちも関わってみんなこうそれぞれのプロジェクトでワイワイできるようになると、まあ、すごい素敵なことが起きるかなとやっぱ竹明かりだけだと解決できない問題というか課題というかやっぱり竹明かりに興味がある人好きな人っていう部分だけで今まではこうすごく集まって、まあ、それだけでもすごいいいんですけどそれがタケノコなのかメンマなのか竹炭なのか竹の建材なのかまあいろいろ竹でできるので竹の可能性を広げることが僕らの可能性だったり、まあ、ネットワークとか最初は綺麗だから作るといいと思うんですけどやっぱり続けていこうとした時にはそこの土地ならではの物語だったりやる理由取り組む理由っていうのが絶対必要になってくるとそこに共感した人たちがやっぱり作り続けてくれるので、まあ、そういう部分竹明かりの在り方の部分はしっかり伝えれるようにしていきたいなと、まあ、今度その竹明かりの創作本っていうのを出すんですけど今まで僕らがやってきたことって竹明かりの作り方を教えるっていうことがまあメインになってきていてなぜ竹明かりを灯すのかとか作るのかとかどういう思いで作るかっていうのをなかなかこう話すきっかけもなかったので、まあ、今回本を作ることで僕らが竹明かりをやる理由っていうのがあるのでそれをしっかりみんなに理解してもらいたいし次に作る人たちが綺麗だから作るっていうことだけではなくて、まあ、思いを持って作ってもらえると僕らが目指してた、まあ、お祭りっていうのが広がっていくかなと、まあ、そしたら日本の新しい文化になるかなっていうのは思ってます。次のステージに
今行こうとしてるのかもしれないです。俺らのノウハウをただというか本で提供することになっちゃうので、仕事がなくなるかもしれないし、わかんない。まあ熊本地震が起きて、やっぱ自分たちがやってきたことって間違ってなかったっていうのはすごく思ったから、やっぱりこれをもっと広げたいって思ってるところなので、このタイミングで本を出して、もっともっと僕らの思いっていうものを知ってもらいたいなと、今それですね。